はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。今日ね、1月6日の木曜日なんですけども、株がえらい下がってまして、一時ね800円下がって今マイナス771円なんですね。どうもアメリカの金融引き締め、テーパリングとかという言い方もしますけども、にどうやらですね、あんまりその好ましく反応していないようですね。まあ、でドル円も 115.899 とこの辺りでうろうろしてるだけなんですけど、まあそれはいいとしまして、デイリー新潮でね、こんな記事ありますね。今日出た記事で、日韓慰安婦合意から7年目、一方的に破棄したムン大統領と正義連の尻拭いが必須の次期政権と。書き出しだけ読みましょうか。2021年12月28日、日韓慰安婦合意から7年目を迎えたが、かの正義連、日本軍性奴隷制度問題解決のための正義記憶連帯、からは、日本政府と韓国政府は2015韓日合意の失敗を認めて、日本軍性奴隷諸問題の解決に積極的に乗り出せとのコメントが発表された。安倍元首相とパク・クネ前大統領との間で結ばれたこの協定はよく知られるように、ムン・ジェイン大統領によって一方的に破棄されたと。まあ、うにゃうにゃと続きますけども。もう丸6年ちょい前ですね、年の暮れにですね、これは当時燃え上がってましてですね、ゆかりの隣さんは、慰安婦問題で。ほんで、うじゃうじゃあまりにも言われるもんで、アメリカの当時副大統領だったバイデンさんが、もうお前らええ加減にせえということでですね、その当時、日本の外務大臣は岸田さんでしたですね。岸田さんがですね、わざわざ向こうまで行ってですね、向こうの外務大臣と話し合ってですね、詰めに詰めてですね、日韓政府間合意と呼ばれる合意に達しました。で、これはですね、10億円の日本がお金を出して、財団を、癒し財団というのを作ってですね、そこからですね、お金を元慰安婦の方に配るということですね。それで政府間合意でもう二度と蒸し返さないということで、最終的に合意したという内容なんですね。ところがこれをですね、その2015年でしたね、2015年のその翌々年にですね、パク・クネ大統領当時のですねは、ろうそくデモで弾劾されましてですね、降ろされました。で、今のムン・ジェイン政権が誕生したんですが、パク・クネ大統領もそれをですね、癒し財団を作ったんですけども、機能させずにうにゃうにゃやってるうちに自分がろうそくデモでですね弾劾されて、もう降ろされてしまったと。で、それを引き継いだムン・ジェイン大統領、現大統領ですねは、この手続きに問題があるとか、なんやかんやと難癖をつけてですね、17年、18年かな、に癒し財団を解散してしまいました。それで、あんなもんは向こうやとかって言うてました。言うてました。それで、日本が払った10億円はどこに行ったかようわからんということですね。で、この正義連帯というところのですね、まあ、ボスは女性なんですけど、いけすかん顔した。こいつが2年前かな、に国会議員に当選しました。とすると、その元慰安婦というおばあちゃんがですね、あいつは許せへんねって、僕らに飯も、私らに飯も食べなさんと、自分の娘の教育費に利用したと。あれ、お隣さんはですね、こう、慰安婦問題っていうのは、まあ、産業というか商売のネタになってまして、それをキャンキャン言うとですね、全国から寄付が集まるんですね。その寄付を横領していたらしいんですね、その正義連のおばちゃんは。ほんで、今でも抜け抜けとですね、その、国会議員やってます。で、一応そのね、飯の種になるんで、慰安婦関係はない、いくつも団体があるんですけど、そのうちの一番大きいのがこの正義連っていうことですね。それがこう見直せというふうに言うてるわけですけど、日本政府としてはですね、一旦政府間で合意したものをですね、勝手に破棄されて、もう一回見直せと言われても困るわけですね。ほんで、まあ、ほったらかしというか、ほぼ相手にしてないわけなんですけども。で、ムン・ジェインさんがですね、去年のお正月の年頭会見で、いや、政府間合意はやっぱり有効やとか言い出してまして、まあ、ぐらぐら揺れてるわけですよ。
結局あのおっさんがですね、かき回しにかき回してですね、反日を煽りに煽ってですね、お隣さんとの我々の関係が戦後最悪という状態に今なってまして、もうニッチもサッチもいかん閉塞状態にあるわけですね。でこの慰安婦問題についてはですね、去年の今頃ですね、判決が出ました。日本政府に金払えという判決ですね、で日本政府は主権免除とい こう国際法の常識がありまして、例えば日本の国内でですね、アメリカに対してですね、原爆労働者がけしからんから1兆円払えという裁判を起こそうとしてもですね、裁判所を取り合わないんですよ、外国の政府を相手にする裁判は やらないということですね、国内では。それがもう国際常識なんですね、主権免除というのは。で日本政府は主権免除があるんで被告に指定されたんですけども、当然裁判には出ていきません。出ていかないとですね、原告の主張通りの判決が出るのが原則なんですけど、そもそも裁判にするということ自体がおかしいから、それはアウトよって門前払いにするのがまあ日本的なやり方なんですけど、僕はそれを取り上げてですね、そこだけはちゃうから主権免除は認めん、日本政府に金払えという判決が出てしまいました。で当然日本政府は出て行っていないんで、その判決が確定しました。一審判決ですね。で日本政府に金払えという命令が出たまんまになってますでそんな実行されたらですね、日本政府も対抗措置を取るわけなんで、未だに実行されないんですよね。今一生懸命日本政府の資産をですね、彼らは探してるとし、そういう建前になってますけども、どうするんでしょうねあれまあ別に日本側としては、まあ勝手にやってなんていう世界ですね。そういうそのまあドタバタ珍事がですね、こう展開されてまして、ムン・ジェインさんはほとんど自分が撒いた種だということはよう分かってるんでですね、なるべくも知らん顔してるわけですね知らん顔して一生懸命北との間のですね、終戦宣言の方に外交努力を傾けてるんですけど、本人どれだけあかんことをしたかというのは分かっていないわけですね。で向こうはオリジナルの三権分立でして、裁判所もですね、私から見てますと政府の意向に沿った判決を出してる感じがしますね。でだから本来政府が何とかしなあかん問題なんですけど、もうムンさんは自らの過ちを認めるということはしない方なんで、全然何もしていません。で次期政権ですね、5月に誕生します。3月に選挙があって5月に誕生するんですけども、次期政権が何とかしなあかん、はずなんですけど、面白いですよ。イ・ジェミョンさんっていう今一番ね、支持率が高いという次期大統領として当選する今第1位になっているイ・ジェミョンさんという与党の候補はですね、日本政府は韓国の裁判所の命令に従えって言ってるんですよいやいや、まあ、それでいくとですね、日本大使館のですね、資産が差し押さえられる可能性があります。こんなことがもしあればですね、これは義和団の事件以来のですね、国際的な珍事でございまして、イランのですね、アメリカ大使館が占拠された事件もそうですけど、まあまあ言うてみれば外交というものの常識をですね、こう全く無視した野蛮な行為になるんですけど、やるんでしょうかねやったら当然それこそね断交ものですよね。そういう展開になりそうな、なるかもしれないっていう、なんか非常に楽しみにしてるんですけど、ユン・ソクヨルさんという、元検事総長はですね、野党の第一候補だった、第一というか、野党の、候補、大統領候補なんですけど、今、内紛をやってまして、その野党の共に、違うわ、国民の力という政党なんですよ。大統領選挙ごとにね、政党の名前変わるんですよ、めんどくさい、ほんまに。統一してくれたらいいなと思うんですけど、その国民の力のですね、あれですね、大統領候補のユン・ソクヨルさんが今ですね、奥さんの経歴詐称とか、履歴書の嘘とかですね、奥さんの母親が有罪判決を受けたりとか、ややこしいことになってまして、その野党内でですね、内紛してましてですね、どうも情勢が悪いと。彼は幾分まともなことを言うんですけども、そのまともな人が当選せずにですね、むちゃくちゃ言うてるイ・ジェミョンさんが当選しそうなの。で、彼が当選すると当然日本政府に金払えという公約通りだとそういうふうになるわけだっておもろっと思うんですけど超楽しみなんですけど、
丸6年が経過して今7年目に入ってます、慰安婦合意。その後に出た慰安婦合意から7年経って、で判決から丸1年経ちました、慰安婦に金払えて。その他に2018年の暮れに出たですね、徴用工判決からはですね、丸3年経過したのかな。まあ、いずれもですね、国際法違反が明白なんですね。でどうするんでしょうね、次期政権、約束を守る国に戻れるのか、もともと約束を守る国ではなかったような気もしますけど、じゃあ約束を守る国というふうに見なされるような行動ができるのか、できへん、多分できませんね。ねえ、というか、そんなことをしたら本当に政権吹っ飛びますからね。それこそろうそくデモが起こりかねないわけであって、理屈じゃないんでね、あの国は。これ貼っときますね。デイリー新潮、日韓慰安婦合意から7年目、一方的に破棄したムン大統領と正義連の尻拭いが必須。いや、こんな尻拭いさせられるのたまらんでしょうね。の必須の次期政権。まあ、どっちになるか分かりませんけど。このあれですね、その、 さっき言うたインチキおばさん出てますね写真出てます。文大統領のすぐ右側のおばさんがそうですから、この名前忘れましたけど、キムなんたらって言って、そのずっと私服を肥やしてたおばさんで、このおばさ、私が貼る記事はですね、現地駐在畑マヨさんという、最近よくお見かけするあれですね、ジャーナリストかなの方が書かれた記事ですね。はい、ご興味ある方は読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。